わかった。なんだ？ああ、ここの警備隊に入ってくれる人を探す。ふーん、警備隊ね。使命？何かやることがあるってことか。じゃあ、それを俺が手伝うよ。その代わりに、俺のことを手伝ってくれないか。手伝う？俺が何をするか知らないのにそんなこと言っていいのかい？俺は誰かを殺すために旅してるかもしれないんだぜ。そんな風には見えないし、ならそれを手伝うさ。ほう、どっちかというとそういう風に見られることが多いんだな。お前の目が節穴か。本当にいいんだな？どんな手伝いになってもやってもらうぜ。ああ、何でもやるさ。あんたに。そこまで言うとは、本当に面白いやつだ。
いいぜ。こっちはそう急ぐ話じゃ。それにお前と一緒にいると面白い。よし、それじゃあ早速。それは…あ、わかった。ありがとう。それじゃ、改めて出動。もう行っちゃった。旅にもなれしね。いいね。よしよし、やっと見つけたよ。こんなところを隠れ家にするなんて。でもこの正義の魔法少女メロールはお見通しなんだから。お兄ちゃんたち、何者？あ、もしかして悪の手下？うんうん、なんだか悪そうな人たちだ。だったら改心させちゃうよ。あ、悪の手下？地域の平和を脅かすのはこの私が許さない。ルーンの光に導かれてやってきた愛と正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。え、ちょっと先手必勝。えい、マジカルキューティーショット。ごめんなさい。お兄ちゃんたちは悪い人たちじゃなかったんだね。人を見かけで判断しちゃダメだよね。うん、反省する。そんなに悪そうだったかな。それでお兄ちゃんはなんでここに？ ああ、エルティスワイスで君のことを見かけてね。この赤歌峠は前に任務で来たことがあるけど、元は山賊の砦があった場所で、今はモンスターが出るようになっている。
君みたいな女の子が一人で来るような場所じゃない。それで追いかけてきてくれたんだ。名前も知らないのに。いや、名前はあの時も大声で言ってた。そっか。うん、わかった。お兄ちゃんがとってもいい人だって。それじゃあお兄ちゃんたちの警備隊ってのは正義のチームってことだね。一応そういうことになるかな。それじゃあこういうことだね。愛と正義の魔法少女とノアのお兄ちゃんの正義チームとでタッグを組んで戦うってことだ。ちょっと待った。俺は君を止めに。ここには恐ろしいモンスターが救ってるって。それもただのモンスターじゃない。放っておいたら恐ろしいことになる魔力を秘めたモンスターが。それを一人で。何回失敗しようと立ち上がって前を向く、それが真の魔法少女ってものなんだよ。わかった。うん、愛と正義のタッグチームだよ。それじゃあ早速行くよ。いざ勝負。そら来いよ。くらえ。あたー、あたー、滅びるの楽勝。また強くなっちゃった。サビにもなれしね。強くなった。Thank you.
覚悟しなよ。そら来いよ。スキアリー、おちょー、おじけちゃー、おじけちゃー、くらいや。みんな、やったぞ。刀の錆にもなれしね。覚悟しなよ。そうだ、来いよ。レンズよ。カラーカーディ。そうだ、来いよ。ゴーッ。正義の大勝利ね。さーて、覚悟しなよ。そら来いよ。これでどうだ。みんな
楽勝。魔法少女のレベルアップ。見つからないな。なあメロール、本当にその…もちろん、昔一緒に戦った人から聞いた情報なんだから。ん？誰かの依頼ってわけじゃないのか。え？違うよ。でもみんなが困っちゃうようなことになる前に、この愛と正義の魔法少女メロールが悪を倒すんだよ。勝手に？もちろん、人知れず悪と戦うことになっても。それにノアのお兄ちゃんだってそうでしょ。え？誰にも頼まれてないのに私のこと心配して追っかけてくれたもん。うん、一目見た時にこれは正義の心を持った人だって分かったよ。え、悪の手先って。先へ行くよ、ノアのお兄ちゃん。一緒に愛と正義を広めるんだよ。なんだかリーンに似てる。さあ来い。そうだ、来いよ。レンジャー、セイ、クライラ、ソーラ来いよ。これで勝ちだ。こんなもんさ。いいね。いざ勝負。そうだ来いよ。これでどうだ。これで終わり。刀の錆にもなれしね。やる！
魔法少女のレベルアップ。いざ勝負。そら来いよ。これでどうだ。これで勝ちだ。正義の大勝利ね。強くなった。もしかして言ってた怪物って。うん、絶対にそうだ。行くよお兄ちゃん、ちゃんと覚えてるよね。ああ、任せておけ。みんなの平和を脅かす悪い怪物を許さない。ルーンの光に導かれてやってきた愛と正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。正義の心で悪を討つ。ルーンの光に導かれてやってきた警備隊の戦士ノア。これで合ってる。最高に合ってる。それじゃあここで秘密兵器マジカルプリティグリモワール。なんだ。お兄ちゃん、あの魔導書を使って。正義の魔法少女に2冊あるの。あの化け物がいる方の魔導書を使おう。それで大丈夫だよ。多分。正義の心を信じてよ、ノアのお兄ちゃん。うわ、隠れちゃった。
正義の勘であいつが出てくる方を当てて。しっかりしろ。
ジカルラブリーチャンピズハイヤー、相手正義のお仕置きだよ。こいつがしっかりしろ。ありがとう。よっしゃこれで終わった？うん、あのモンスターも倒したし、魔導書もちゃんと使えたし、これで悪の魔力が溢れ出してみんなが困ることにはならない。ありがとう、ノアのお兄ちゃん。それならよかった。そうだ、それじゃあお礼にメロールもお兄ちゃんのことを手伝ってあげるよ。お兄ちゃんの正義のチーム、警備隊って言ったよね。魔法少女の使命も果たせそうだし。いいのか？うん、正義のために。ねえメロール、一つ質問があるんだけど。何？魔法少女って何？魔法使いとは違うのか？全然違うよ。魔法少女っていうのはね、愛と正義のためにね。
よう、ガオーじゃないか。久しぶりだね。サビーヌ、戻ったのか。キーナーンでの反乱鎮圧に出ていたと聞いたが。そっちは肩がついたからね。傭兵仕事の骨休めさ。ま、警備隊は骨休めかよ。まあね。それに匂いがするのさ、金稼ぎのね。で、そっちは部下か。あんた名前は？ノーだ。長く傭兵してるとね、そいつが長生きするかどうか顔を見りゃ分かるようになる。お前は危うい。おい、サビーヌ。酔っ払いのザレ言さ。いい男ってのは命の重さを知ってる。自分のも含めてね。あんたもいい男になりなよ、ノア。誰？古い友というとやつは笑うだろうな。傭兵を長くやってるが、どんな戦場からも帰ってくる。わかった。癒しがいるかしら。お休みになる。癒しが欲しければ。